2022年11月の9日になりました。今日もねむちゃくちゃいい天気なんですけれ、あれ、あ、これはちょっと前田さんではございませんが、あ、どうもどうもどうも、なんか最近しょっちゅうお会いしてるようだということで、前田さんが来られたということは、じゃじゃーん、これヒサルガーのショートディスクをですね使ってですね、前回まず緑皮をそのままこのヒサルガーのショートディスクで切りまして、そしてその後ねディープチゼルを入れてこんな状態なんですけれども、ここへねショートディスクをですねかけると完全な仕上がりになるということでございますね。これ例えばこの辺を掘っていくと、この手でずっとこう深く掘れるんですよね、はい、何センチくらいかな、ちょっとスケールないですけど、多分35とか、表面のこの部分で緑皮がこうコマされてくちゃくちゃってなっていい感じに分解されていくと、で下の方は何も入ってない状態ですね。で例えばディープチゼルをかけない状態ですと、ここにこういうバンができちゃって掘れない状態になっちゃうんですよ、カチカチになっちゃうんですよ。これでもいいんですけど、この状態だと春の乾き方が変わってくるので、爪入れてもらえると春の乾きが早くなってより早く入れたり、で分解がこう促進されたりというような効果があります。で最後この表面の土とですね、この玉皮の殻をディスクで最後ふわっと混ぜてもらって、より分解が促進されると。ロータリーだからロッケこう、そうですね、バンをこうできちゃいますね。窒素がやっぱその分流れづらくなるとかって話もする人もいるんですけど、まあでもやっぱ春乾き早い方が、窒素分とかはまあこの緑皮に吸わせて翌年まで持つというような考え方をしてますんで、まあいろんな賛否両論あると思いますけど、僕はこの農法がすごく好きですという。これからショートディスクをかけて仕上げて、そうですね、あとは来年の春のお楽しみということで、そういうのよろしくお願いします。はい、それではショートディスクをかけてみたいと思います。まずねこの油圧を伸ばして、後ろのこのギザギザのローラーを伸ばします。しっかり伸ばして油圧を下げます。で少し前に走ってみます。あら結構綺麗にかかるねこれね。はい、ストップ。どんななってるかな。前田さんが仕上がり具合を見ております。いい感じですか。このぐらいディスクが入ってんだね。結構深く入るんだね。そうです。あー、チゼルは残ってるよね。いいね。下は柔らかいんですけど、はい、中層っていうかね、上層中層鎮圧してることによって、はい、例えば種まくときに爪ばっかり入ってると、どうしてもこう深い浅いって種しどこが安定しないんで、これだと地表から少しのところを固めてるんで、うん、種も綺麗に巻ける、はい、安定して端どこが揃うと。なるほど、これでいい感じですかね。とりあえずこの深さ、下から2番目のこれでちょっとかけてみたいと思います。土が広がらないようなやつかい。これはいらないってことで、残差が多いときはつけないということで上に上げておきます。前田さんにね横に乗ってもらったんで、ちょっと走ってみたいと思います。はい、かけております。もうね乾かないからね、畑がねぐちゃぐちゃだから。ただいまの時速 8.3 キロ。ディープチゼルかけた後がちょっと凹凸があるんでバウンドするんですけど、ショートディスクかけた後は綺麗にかかってますねこれね。あ、綺麗だね。これ左側ねアッパーロータリーなんですけど、遜色ないぐらい綺麗にこう表面ね見えてますね。はい、いい感じでかかっております。ちょっと深さを見てもらってます。どんな感じですかね。あー、いいんじゃないですか。十分このぐらいの方が腐りやすいっていうか分解しやすいとか。あ、いいですね。これやっぱりいいのはこのここに柔らかい層が残ってくれてるってことだね。やっぱディープチゼルか一回入れとくのがこれ味噌だね。手です軽く入っちゃうね。 いや、いいんじゃないですかこれ。綺麗だと思いますよ。これがショートディスクで、これがアッパーロータですから、なんか変わんないよね。変わんないっていうか、かえって平らじゃないかなこっちの方が。ナンバーアッパーでもちょっと波打つんでこういうボコっとしちゃうんだよね。もうどうしてもこれね綺麗に突き込むのがもう難しいから、でやっぱこう波打っちゃうんだよね。もうこれ以上は無理だねアッパーではね。まあ来春になればこれは結構分解するんですけど、うん、いい感じです。はい、またかけてみます。いや本当にアッパーと変わらんねこれね。綺麗、本当突き込めるんだねこれね。すごい湿気ってんですよこれ。もうロータリーでは無理だね作業は。おー、綺麗だね。いや本当何回も言うけど、俺三菱さんからお金もらってるわけでもないし何でもないんですけど、なんか三菱さんばっかり登場するからね。あの三菱さんだけに門を広げてるわけじゃないんで、どこのメーカーさんもちょっと使ってみんかっていう人がありましたら私使えますんでということなんですけどね。まあ今年はね久保田さんも使わせていただいてたんですけどね、あれはあれでまたねいいんですよ本当に。やっぱりディープチゼルの後にこれをかけるっていうのはなんかいいわ。水はけ抜群だよね。ほんと綺麗に仕上がっております。結構水分あるんですけど、ディスクの刃で切り刻みながらすき込まれております。本当に綺麗に仕上がっております。土の表面も真っ平らになってくれます。もう水分多くても全然問題なしに作業できております。知らない
春この後とアッパーアートとどっちがこう乾きがいいかっていうのも比較できるよね。来年の春楽しみだね。大豆まくんですここね。はい、ということで大変いい感じです。これすっごい真っ平らで綺麗。これ2回かける必要ないね。トップリンクのみの調整しか何もないから、特にこの油圧トップリンクっていうのはおすすめですね。大変いいもんですねこれね。スーパー坂口くんがねつけてくれた。もうねやりますよって言ってくれるんだよね坂口くんって。男気があるっていうかね、だからスパッとしてるんだよね。信用できますね坂口さん。ぜひあの、スーパー坂口さんへのご用命ここへちゃっとこうお電話してくださればですね、実演から販売まで。前田さんこれからトルコに行かれるってね。トルコってどのぐらいの木具屋さんあるんだろうね。2、300社あるって言ったらそんなにあるの。日本の倍ぐらい面積があって、ものすごく大きいのからちっちゃいのから入れるとすごい会社がやっぱあるんですよ。で農業も盛んなんだ。そうですね、だからあの北と南と東と西と本当に作ってるものとか土質が違って、で北レアの会社があるのが、土壌の硬いところとか石が多いところとか条件悪いところなんですよね。良くないところだ、条件悪いところでも使えるような機械で設計されてるので、あの北海道の機械だと北海道にやっぱ合うとかあるじゃないですか。 そうだよね、そんなイメージでよく似てるとこですね。条件悪いところで作られてる機械なんで、なんとなく日本でも可能性あるかなと思いまして。そしたら石原とかそういうところも多いから彼らは丈夫だってことですね。そうですね。なんかトルコってあんまりね農業ってイメージがポンと来ないんですよ。しかも価格は安いよね、このトルコのね会社のやつ見てもね。これね200万そうですねぐらいでしたよね、はい、大体。でトルコのこのセラーの方が私の動画を見ていただいたと。あ、そうなんですよ。もう粟野さんの動画気に入ってしまって。気に入ってしまった。日本に来たらぜひお邪魔したいと。あ、来て。うん、ぜひ来てください。でまた動画で出ていただいて。もうお孫ちゃん座る前に皆さんいっぱい座ってますからね。まだお孫ちゃん座ってないんですかここね。トルコの方見てますか。エムレさんって人。エムレさん見てますか。日本の粟野です。ぜひ来てください。YouTube ですから世界中バーッと見れますからね。トルコは農業が盛んだったとかね。知りませんでした。優れた機械ですよね。やっぱりね。そうですね。面白い機械だと思います。面白い機械だと。10キロぐらいで今走ってるんですけど、非常に快適です。これあっち間に3、4丁あっちゃうね、これね。試験型が3、4丁もあるからね。試験なのか何なのかっていう感じもするんですけど。じゃあ、トルコの方にこの動画もね、ちょっと見ていただいてですね、日本の国の土にも合ってるよと、非常に気に入っていたと、アイメレさんにお伝えください。ただもう少しね、いろんなものもうちょっと使ってみたいんでね。そうですよ、買わないわ、ちょっとね。この病気の処理の仕方、一番こうみんなが悩ましいとこなんでね。フラウで起こしちゃえば一番簡単なんですよ。せっかくの養分がね、下に入っちゃって、しかも腐らないまま入っちゃうんで、もったいないです、ね、もったいないですよね。もう肥料も高いですしね、できるだけ肥料代を節約するためにね、こういった農法も私チャレンジしてますんで、昔なんかフラウで起こさないなんて信じられませんでしたもんね。確かにそうですね。もう今はもう平気で起こさないで作付けをしております。あ、うちの緑肥はなんせね多いよね。多いです。でも前田さん多分見た中で一番多かった。今まで経験した中で一番多い緑肥でした。経験した中でなんか悪いことしてるみたいな感じ。やっぱね、私ね緑肥の量がねたっぷりないとやっぱり畑がねこう良くならないっていう考えなんで、わざとね肥料代もケチらんで種代もケチらんでね、あのたっぷりやってるんですけど、しかもこうみんな投入したのでバーッとトッパーでさえ厳しいんだからね。それをねショートディスクで一気にやってるんですからね、すごい畑を実践したんだね。ええ、選ばせてもらいました。多分ね、これ私の予想ではもう間違いなく来春にはきれいに分解して、あのアッパーと変わらないぐらい。アッパーっていうのはやっぱり燃料ってゆっくり走らなきゃダメなんで時間かかりますよね。ということで今回これがもう仕上げでございます。長期にわたって毎年長期シリーズになりましたよね。大変お世話になりまして、ありがとうございました。いやいや、こちらこそ、いやこちらこそすごい勉強になりました。多分ね見ている方もね、はあこうなるんだって、映像ですからね嘘つきませんからね、こんな風に仕上がるんだっていうことが分かったと思いますので、長期シリーズ本当にありがとうございました。まあ、来春どんな様子か私動画でまた発表しますので、はい、ありがとうございます。ぜひご覧いただければと、ぜひあのトルコのエムレさんによろしくお伝えください。エムレさん、メルハバ、ね、仕上げもちゃんとチェックされております。いいわこれ、綺麗、ほんと綺麗に仕上がる。柔らかい感じでいいね。ありがとうございました。エムレさんがメルハバ、それはエムレさんこんにちはって言ってる。エムレさんありがとうございます。なんて言うんだろう、ティッシュくれって言うか、ティッシュくれって言えば、ティッシュくれって言えばいいな。ティッシュくれって言えばトルコ人がありがとうって言う。ああそうなんだ。エムレさんティッシュくれ、ティッシュいっぱいくれ。はい、ということでありがとうございました。どうも。嬉しい。座ってみるか。よいしょ。どれ。お。お。あ、いいじゃん。いいじゃん。すごいね。うん。かっこいい。かっこいい。大好きだね。
好きだもんね。どうぞ。めっちゃ見て。めっちゃカツ見てる。めっちゃこれ美味しそうでしょって分かるな。分かる。おじいちゃん食べた。食べる。うわお。めっちゃ見て。すっごい見てる。食べたそう。食べたいね。パクパクパク。うん。食べたい。どうぐらいかな。美味しそう。熱々ね、熱々。可愛い。可愛いね。